なんだ目の中がハートのやついるし、このハンニャ何なの、めちゃめちゃキャラいるの。ちょっと推しを決めとくか、私も今のうちに。普通に右のロリかわいいの今の。おお、一体どこなんだろう。右のリボンえぐくないか。ヒバリたち変わらないたのに。レインボーロードでここまで押し上げられてしまったんだ。私たちも同じだ。状況が全くつかない。いや、私も知らないです。あのヤブミ、誰の仕業なのでしょうか。このなんて読むんだっけこの人、セラさん。この方が結構中心。ただこれだけの人数を瞬間移動させられる力の持ち主。結構ボーイッシュな人かな。ただものではないということだな。おお、どうした、なんだ、電撃ショック食らえられて。おかしいですね。でで、故障ですか。静止画しか映らなくなってしまいました。どうしたんだろうジャック。モニターかカメラの調子が悪いのでしょうか。ユミって読むんだ。しっかりしてよユミさん。運営しっかりしてる。早速の不手際だな。ウォーターガンバトルだって水刺さないでほしいぜ。本当よ、私を参加者に入れなかったり。ねえ、なんか大きな声が聞こえてこない。え、なんだろう。何なのでしょう。周りに何台もの浮遊カメラがあるのですね。何何、浮遊カメラ。私たちを撮影しているのか。おう、ますます謎だな。ほう、若き忍び諸君、ようこそ PBS みたいな言い方。 PBS ね。早速だが、PBS の概要とルールを君らに伝えよう。ほう、耳をかっぽじって。そうだ、ルール説明。これゲームだったわ、そういえば。よう聞こう、よう聞こう。なんだなんだ、何が起こってしまうんだ。ようこそ PBS へ。私見切れてるけどね、ミスター K さん。今キリア先生、今ちょっと飛ばしちゃいましたけど、キリア先生。あ、もともとの人なんだこの人は。横にいるのは鈴音先生だ。ああ、このゲーム専用のキャラじゃないの。私たちの正体に関してはコンプライアンス上の問題でノーコメントだ。普段は先生的な立ち位置の人。正体に関して質問したものは水着の面積がどんどん小さくなっていくからよろしく。マジで言ってる。やばくない。それは困ります。これ以上なったら結構やばいよ。PBS の説明をお願いいたします。 OK。 よしよし、こっからだ。今君たちに PBS、うん、ピーチピーチスプラッシュをしたら、うん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 、ゲームのタイトルになってるね。ピーチピーチスプラッシュ。あ、アスカさん、それって何なんですか。初めて喋った気がする。簡単に言えば水鉄砲大会。お、難しく言っても水鉄砲大会だ。水鉄砲大会。なぜ私たちがそんなことをすればならんのだ。海の日だからですよ。やる方も見る方も超楽しい。確かにね、ショーだから。その理由なんて必要かい。仲間無理やり召喚されてきたのだ。まともな理由の一つも欲しくなるさ。かわいそうだなこいつら。無理やり連れてきた。え、なにこれ、これなに。 R2 とあかん、これダメだ。いけ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 、しゃー。ツーショット来たよこれ。かんな、これは。これダメだわ。でも海の日だから仕方ないんだよ。あー、なんか金乳の方がダメな気がする。押してんね。いけ、あ、降りだ、降りやはー。これ何、 R2 って連打すればいいの、長押しすればいいの。私わかんないんだけど。よしよしよし、ゲームシステムだからしょうがない。あ、これ遊びだから。マジになる。